はい、春一部ということで、ローランドビューティーラウンジに行ってきましたね。ファーストタイムヒゲ脱毛をしてきました。このヒゲ脱毛、僕に関しては、この見えてる範囲なんですけど、いろいろ箇所もありましてね、梅田の方で施術してきたわけでございます。めちゃくちゃいいですね。感想としてはめちゃくちゃ良かったです。まず痛くないっていうのと、30分以内に終わったっつうところですね。はい。で、2週間に1回ぐらいで通えるので、だいたい10ヶ月ぐらいで、このヒゲちゃんとおさらばさせてもらうというね、そういう形になります。なんで今日は1回目ですけど、またちょこちょこレビューをさせてもらっていくということですね。はい。このカードもかっこいいですね。カードもかっこよかったです。セルフイメージとかの話もしようかなって思うんですけど、セルフイメージとは、自分が自分自身で思ってるこのイメージのことを言うんですけど、あなたはどういうふうに自分のことを思ってますか。イケてるって思ったらイケてるでしょうし、自分なんてなんか、あれちょっと待って、すいません、ちょっと道間違えましたね。そう、セルフイメージの話ですけど、自分なんてこうこうこうだし、あんまいけてねえよって思ったら、そういう風にね、自分自身を、イメージ付けしてるわけですよね。僕なんて自分大好き病になってるんで、自分のことはいけてるという風なイメージをしているわけです。それが、各々が持ってるセルフイメージということですね。で、今回その脱毛の方行ったっていうのも、そのセルフイメージをもっと上げたい、そしてヒゲ脱毛に関しては、単純にヒゲ、いらないかなっていうのと、あと時間短縮になるからですね。男性の方でしたらひげ剃ってる時間ってね、ちょっと時間ロスかなというふうにも思いますし、女性の方も、もちろん同じだと思いますがね。ということでね、自分のイメージを上げていく、自分のイメージをどんどん上げていってね、無敵で最強にはなれないかもしれないが、最高な自分にはなれるということですね。はい。でたまにね、面白いのが、そのビューティーラウンジの方にローランドさん本人もね、たまに来られるみたいでね、それもいつかお会いできる機会があるんだろうなって思いながらね、楽しみにしてるわけです。私もね、こう自分大好き病ですけど、あの方ローランドさんレベルになるとね、ちょっと次元が違いすぎるんでね、さすがにちょっとビビりそうですけどね。はい。でもね、それですらそういう人とね、その関わり合いというか、そういう人がやってるそのサロンというかラウンジに行くことによってね、自分のイメージもまた上がっていくということですよね。はい。はい、ということでローランドビューティーラウンジ行ってみた、ボリューム1良かったです。店内もね、綺麗ですし、ローランドさんのね、ポスターとか貼っててね、なんだっけな、すごく面白いセリフが書いてまして、汚いは暴力だっていう風に書いてましたね。汚いは暴力だっていう面白いフレーズですね。はい。それ書いてまして、面白いなって思った次第です。そこに滞在してた時間は30分以内です。パパッと行きますからね、めちゃくちゃいいです。推しです。お姉さんたちも優しいですしね。ということで、はい、レビューでした。ありがとうございます。